はいどうも、チュープロです。プロレス界の重箱の隅を作る内容を毎日一人語りでお送りしておりますこちらの動画です。今日の話題はこちらになります。はい、垂直落下式ブレンバスターを語るということでね。垂直落下式ブレンバスター、まあ長いこと、オリジナルから使われないようですね。キラーからカールコックスであるとか、80年代にもまあね、窓とか使ったりとかしてますけど、まあ使い手がかなり少ない状態から、90年代にかけて日本マッチでいきなり大流行りして、その後一時期誰でも彼でも垂直落下式ブレンバスターというような風潮がありまして、今だいぶ落ち着きましたけども、まあ垂直落下式ブレンバスターですね、についてちょっと取り留めなくいろいろ語ってみたいと思っております。まずはですね、はい、流行らなかった直下式という言い方、バイ真鍋アナということで、新日本の、深夜になりたての頃ですね、真鍋優アナ、僕のアナウンサーランキングの中でも相当下位の方に入ってくるアナウンサーなんですけど、真鍋さんが垂直落下式ブレンバスターっていうふうに言わずに、いつも直下式って言ってたんですけど、この直下式って言い方はやっぱ早わらなかったですね。この垂直落下式の方が、なんていうかな、やっぱ重厚感、やっぱ垂直落下っていう感じがしっかりとするのかどうなのかというところですが、直下式ってちょっとあまりにも略しすぎじゃねえかっていう感じもあって、まあ、流行らなかった言い方だなというのはすごくなんとなく記憶に残っております。はい。直下式ですね。はい。そして、次に、これは元も子もないんですが、実は垂直落下してない選手が多いなっていうふうに思います。通常のブレンバスター背中で、まあ、どっちかというとね、バーティカルスって背中から落としていくような形と、その垂直落下式のブレンバスターで、実はもうなんかほぼほぼ背中から落としてるんだけど、実はちょっとだけ体曲がっているような状態で、なんとなく首あたりから落ちてるような雰囲気という落とし方。もう、垂直落下してるんだかしてないんだかわかんないっていうような落とし方の垂直落下式使ってる人結構多いかなと思うんですね。あれだったら、豪快にそのいわゆるバーティカルスープレックス、普通のブレインバスターを決めちゃった方がかっこいいんじゃないのっていうふうに思ったりとかしていて、そこからいくと、マードクルーさんとかの、もう本当に上からドンと落としていくような、もうまさに垂直落下式というスタイルの垂直落下式ブレインバスターっていうのは、本当にまあ、見た目もね、やっぱり、ああ、これは危ないっていう感じもするし、すごくやっぱり見栄えがしたかなって思います。もちろん危険があってはいけないんですけど、だからといって普通のブレンバスターと何が違うのっていうレベルでの垂直落下になってしまうと、もうそもそも技として分けている意味がないんじゃないかなという感じもしていたりとかしまして、まあそのあたりちょっとやっぱ技の見栄えの工夫っていうのもしてもらいたいかなというふうに思っています。そして最後ですが、まあ今のお話に絡んでくるんですけど、実は本当にかっこよく決められるのはすごく難しいなという技ですよね。マードコーリさんに関しても垂直落下危険な感じなんですけど、なんかお尻からこう崩れ落ちるように落ちていくというところに関しては、見栄えという意味では必ずしも危険な感じはするけど、ちょっと優雅な技というイメージはなんかね、スパッと決まっているという感じはないんですよね。なんかこう、ゴーンと落ちるみたいな、なんかちょっと危なっかしいというか、怖いなってヒヤッとする感じの落とし方ですね。そういう感じはすごくしてるかなっていうふうに思います。やっぱ元祖のですね、キラカルコックとか、あたりちょっと全然見てないのでわかんないんですけども、やっぱり本当にこの技はちゃんと決めるのは難しいと。ライガー、黒ライガーの頃のえげつない落とし方みたいなのがありましたね。あのあたりっていうのが、90年代から流行った超垂直落下式というのの、一番綺麗な落とし方なのかなというふうに思っています。まあ、この技から派生していろんな技にも繋がってきまして、まあ、立ち合うとかね、いろいろなってきましたけども、まあ、垂直落下式、ちゃんとして決めるんであればちゃんと決まる。例えば、小橋選手も垂直落下式もそうなんですね。本当にしっかり決めていくというのは、すごく難しい技かなと思ってます。それだけに、こだわりを持ってこの技をですね、しっかり決めてるべきだっていうのはかっこいいんじゃないかなと。皆さんどう思ったでしょうか、コメント欄に書いておいてもらえると嬉しいです。というわけで今日はですね、垂直落下式ブレンバスターについてちょっと語ってみました。今日の動画面白かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。チューブロでした。